ブルマさんにお願いして何かお食事をいただきましょうか。ちょっと覗いてみましょうか、ビルさん。よし、一丁やってみっか。勝負だ、ビルス様。オラが勝ったら地球を破壊しねえでくれよな。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。これってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。めんどくさ。ヘッド、お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。すごくなくて、オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。ビルス様、まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビルス様くれえ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それって、まだまだ。おしゃべりはそこまでだ。君には分からんさ。
ベジータ、悪いがオーラが生かしてもらう。チッ、勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、この私にとってそれがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか？くっちゃべってねえで。背景、孫悟空様、感謝を込めて殺して差し上げます。少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸メイプペイやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。さあ、次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ。孫悟空様、さようなら。コインではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところを腹立つけど、今回ばかりそうなっちまうかもしれない。負けるか。さあ、選手交代だ。すみませんでした。さっきは俺、いきなり悟空さんに殴りかかるなんて。もういいって、気にすんな。敵はどんなやつなんだ？やつは、孫悟空と名乗りました。何？オラ？黒い服をまとったそいつを、俺たちは悟空ブラックと呼んでいました。やつは地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。
これから正義のために地球人を全滅させると。それから1年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。母さんも俺がこの時代に来る直前に。そう、未来の私からのノートにこう書いてあるわ。あんたたちと一緒に戻ってきてほしいって。この俺に未来のカカロットを倒せと言うんだな。オラじゃねえよ、オラのそっくりさん倒すんだ。タンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックっちゅうやつの強さの基準を知っておきてえかな。わかりました。いきなりスーパーサイヤ人2か。じゃあ俺も。スーパーサイヤ人3、これならどうだ。すごい、さすが悟空さんだ。なら俺の方もマックスでいきます。ああ、目いっぺの力で来い。ブラック、トランクス、こんなところに。赤いシーン、ビルスまで。おめえ、本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。気合入れ直さねえと。僕の血だ。おめえの叩き方、勉強になったぞ。もっと楽しみましょう。フィナーレ。しましょうか。私を評価していただけると。全開で行くぞ。待たせたな。しましょうか。お見返してやる。ガブー。ふっ。へっへ。あっせー。
私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。どうぞ喜んで戦ってくださいですます。よし行っちゃいっか。神様と戦うのはエルス様以来だな。破壊神と甘い。お前にはこれで十分だ。あんた海王様にしちゃ強えな。また戦おうぜ。あのうちに秘めた冷たい精神とその現れであるあの木、ザマスがブラックであるという我々の疑いを十分に裏付けてくれるものではありましたが、今のうちに破壊しておくべきなのかもしれんな。ん？オラにゃちっとも悪いやつには見えなかったけんどな。お前はお人よしすぎるんだよ。感じた気だって似てはいたけんど全く同じじゃねえしな。いろいろと謎が多いですね。いいか、
禅王様の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も全てが消されるんだぞ。忘れるな。もう一つ、ウィス、海王神に万が一のことがないようくれぐれも頼むぞ。オスじゃなくてこんにちは。でオラによってなんだ。あのね、僕ね、お友達が欲しかったの。君のこと気に入っちゃったからお友達になってほしいのね。いいけど、それだけでオラを呼んだんか。悪いかな。滅相もございません。この悟空は禅王様のお友達になることができ。黙ってて。悪い、オラさ今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから、ちょっと待っててくれねえか。じゃあそれが終わったら遊んでくれる。うん、なんだったらオラよかもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。ほんと？じゃあ約束。孫悟空よ、喜べ。お前は俺によって美しさの頂点に至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。父さん！ベジータを頼む。所詮は人間、俺が奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないが、俺の志も美しさ、そう、俺という存在の全てがただひたすらにここ。全開で行くぞ。全開バタン！あっ！えっ！あっ！えっ！うわっ！うわっ！負けるか！はっ！はっ！違う！そこまでです。ザマス、おめえがブラックの仲間だったんだな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。
ついてこれるか。もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界が。その正義の世界に人間は必要ないのです。姉たちの思い通りには絶対させねえ。弱いな悟空さん。俺が戦って後ろだ後ろだせっせっせっせこれで十分。終わりだ。なっちゃ。何？なっちゃ。神の偉大な贈り物である知恵を。私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな。ファイナルフラッシュ。ダマスをやったんか。なんだと。この不死身の肉体、これぞ神。この私にふさわしい最高の体。今夜は心地よい眠りにつけそうです。終わりだ。サイヤ人。誰だ。これでブラックはいなくなった。未来は元に戻ったぞ。変わらなかった。やっぱりこっちの世界には神様の力は干渉しないんだ。おめえたちスーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。不死身になってほらの偽物作って。偽物？違うな。これは本物の孫悟空。お前本人の体だ。だが俺がスーパードラゴンボールにかけた一つ目の願いによって貴様と俺の体は入れ替えられたのだ。おめえがザマスだって言うなら、ザマスの顔したおめえは誰だ。お前たちの世界から見れば
私はこの世界のザマス、過去から来たザマスと手を組んだのです。正義のために。気がつかないか、孫悟空。この俺こそ神の身でありながら、惨めにも人間の前に打ち負かされたかつての海王ザマス。でもおめえはビルス様が破壊したはずだ。ほら見たぞ、すべてはこの時の指輪がもたらしたもの。過去の世界で何が起きようと、今の俺には何の影響もない。時の指輪を用いれば、俺がこの体になった後、時を無駄にせずに再びスーパードラゴンボールを使えるのだ。そんなことのために海王神様を。そして我々が叶えた願いを覆されることがないよう、スーパードラゴンボールは全て破壊した。さらにこの強靭な肉体をもって全宇宙の神々を殺した。よって今この世界で絶対的な力を持つのは私と私、この二人だけだ。これは全て我が願い、人間ゼロ計画を成し遂げるため。世界は美しい、だが人間の醜さがその美しさを汚す。よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。俺たちはすでに数多の人間を滅ぼしてきた。そして今度は時を超えるほどの知恵と絶え間なく争いを繰り返す宇宙で最も醜い地球人を滅ぼす。最も醜い者には重い罰を受けてもらう。這い出ることすらできない。サイヤ人ども、人間ゼロ計画のためにあだばなと散れ。ありゃ、お前も恨みっこなしだ。まだまだ。お前にはこれで十分。あなたの家族がどうなったか知りたくはないですか。家族？どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールを集め、お前の体と入れ替わった後、その家をつかむのか、本当に入れ替わっているのか。そこには俺の体がない、
驚いている孫悟空と、それを見て怯える家族がいた。貴様、父と御殿に何をした！ねえ、孫悟空、お前の怒りが心地よいぞ。受けるかい、我が刃。うわあ！これでもう帰ることはできない。この世界がお前たちの墓場になるということだ。笑わせるな。俺たちが帰れないということは、ここがお前たちの墓場になるということだ。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢しろ。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。おいカカロット、壺はどうした？いけねえ、タイムマシンの中だ。このバカが。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。おめえの相手はオラだ。神に指図するな、人間。負けるか。うわあ、お前にはこれで十分だ。えいっ、こちらだ。こっちだ。ふっ、やっ、ふっ、恨みっこなしだ。うわあ、ありゃあ、うわあ、気合い入れず。さあ、幕引き。こちらだ。見ろ前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。手助けが必要か。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。えい、待て。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けぬか。トランクス、無事か？なんかあいつ弱ってんぞ。トランクスが何とかしてくれたって言ったな。なんと無様な姿。ざま。一体何があったと。人間どもよ。我々の輝きにひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に正義を。創世の始まりだ。我が姿は正義、我が姿は世界。
あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。フランクス、ブルマ隊長。はい、聖なる激鈴、これが神の怒りだ。向かいバタね、うわあ、うわあ、全開で行くぞ。神の手で殺されるなど光栄なことだな。2人ともご無事ですか。神様、なんとか大丈夫だ。やつは合体したことで不死身と最強2つの力を得ています。どうやって倒すと。知らん、だが俺はあいつを絶対に許さんということだ。おじいたの言う通りだ。あいつを倒さなきゃ俺らの気分。孫悟空。